本日はですね、メルセデスベンツ、品川蒲田サーティファイドカーセンターの佐藤さんとお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、 CLA についてちょっとお話ししていただきたいと思うんですけども、はい、まず CLA のラインナップとボディの形状を説明いただけますか。はい、CLA の、エンジン形式になりますけど、CLA は180、 CLA の250、それと CLA の、250のフォーマチック、それと、AMG という形になります。ボディの形としては2タイプでいいんですかね。はい、そうです。俗に言う CLA というモデルは世界で初めて4ドアのクーペとして生まれた CLS、 これをベースに、メルセデスが新しく開発したコンパクトボディの車となっています。もう一つが、シューティングブレイクという形なんですけども、はい、僕のイメージですとシューティングブレイクってある日突然出てきたようなイメージで、あまり聞き慣れないんですけれども。はい、シューティングブレイクという車を発売してから、耳にするようになったのではないかなと最近の方はそう思うんですけども、実はこれ古い歴史がありまして、昔はですね、高級車ですね、ベントレーだとかロールスロイスといった車をお持ちの方がですね、英国の昔のですね、こう紳士の方々っていうのは狩猟がやっぱり趣味ということで、鉄砲だとか狩りに行く犬をですね乗せるために、車をちょっとこうストレッチのような形に伸ばして、荷室を作って車をアレンジしてしまったのが走りだと聞いております。 CLA のシューティングブレイクは、全くその中でも新しいカテゴリーでメルセデスが開発した車になります。パッと見 CLA のクーペの方のタイプの大きさって現行の C クラスとそんなに変わらないんじゃないかなと。確か1センチ2センチぐらいしか変わらないかと思うんですけれども、はい、確かにサイズとしましては変わらなくなってきてはおります。しかしながら後室ですかね、人を乗せる部分、ここが大きく違います。やはり CLA はクーペなので、後ろの、頭の部分ですけど、空気抵抗をうまく利用するためにですね、非常に狭く感じるかもしれませんが、これ空気抵抗の流れを生かしたデザインになってますので、C クラスはその分ちょっと大きいですかね、広いですね。この辺が全然デザインとしては違いますね。確か CLA のクーペのタイプって空気抵抗の値が CD2.3 とか 2.5 とかで、はい、世界トップクラスの数値だったと思うんですけれども、おっしゃるように CLA という車はこの空気抵抗をうまく利用したデザインになっております。そのため、リアのですね、シートの空間は若干狭いんですけども、このデザインはそういったところから生まれたと思います。やっぱりこうクーペですので、後ろが流れるようにちょっとこう低くなっているということで、そこにちょっと圧迫感を感じられるようであればシューティングブレイクの方がよろしいんですかね。はい、おっしゃる通りです。そこがシューティングブレイクとこのクーペのまた大きな差になってくると思います。違いっていうのはボディの形状だけなんですかね。もちろん形も違いますけど、荷室の容量、これが非常に違います。で、使い勝手も変わってきます。やはりシューティングブレイクは、ステーションワゴンのような形になってますので、荷物の積みやすさっていうのは、非常に高いクオリティだと思います。家族構成だとかいろいろその人のライフスタイル相当違いますよね。普段車を運転するときは1人だとか、多くて2人で、もうそんなに長距離はいかない、街中だけ、買い物程度ということであれば、CLA で十分楽しんでいただけるし、例えば家族が何人かいらっしゃって、普段は2人だけど、たまに両親乗せたいとか、どこか旅行に、遠くまで出かけるっていうケースが趣味だという場合は、やっぱりシューティングブレイクをお勧めしますね。通常のこのクーペのモデルでも、容量はあるんです。しかしながら、もっとさらに旅行となると、やっぱり旅行カバーが大きいのとか、あとは小さいその手持ちのバッグをたくさん入れたいというような場合、やはり、シューティングブレイクの方がいろんな状況に対応できるんじゃないかと思いますね。最初の話で、エンジンのタイプが全部で4種類あるっていうお話だったんですけども、特にその中でおすすめするモデルとかってあるんですか？都市部だったらこれがいいんじゃないかとか、
我々のおすすめはやっぱりベース車両ですね。なぜベース車両を勧めるかっていうと、もう車の機能としてこう全モデル共通で装備されているものが、まあ、もちろん ABS だとかバスっていうブレーキシステムだとか、あ、 CPA っていう緊急ブレーキの告知システムだとか、そういった装置は全てメルセデスはもう搭載されてるんですけど、やはりベース車両がしっかりできてないと、その上のモデルがいくらいいものであってもこれはダメですか、うん、じゃあベース車両にレーダーセーフティーをつけてより安全を高めると、はい、それがおすすめ十分です、はい、もうそれ以上に車がですね素敵な世界に連れてってくれると思います。わかりました、ありがとうございます。